リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。はい、今日はサナちゃんの動画でございます。最近ねずっともこんな感じでね一緒に過ごしているんですけれども、いやーかわいいね本当に。でね、今日は土曜日、何日忘れた、土曜日で、土曜日もしくは日曜日にねこの子たち、爬虫類たちにはね餌をあげてて、今日ね土曜日この子は先ほどマウスを食べまして、でねそのマウスがね食べるのもう結構早くて、気づかついたらもう食べちゃってて、で今人工飼料にならそうとしてるんですけれども、やっぱね人工飼料にならすのは難しそう。まあちっちゃいマウスしかねこの子は食べないので、ちょっと私が慣れていこうかなと思います。そこはねどんなに人工飼料にこの子に慣れてもらおうと思うと難しいお話なので、慣れてくれたら慣れてくれたって嬉しいんですけども、ちょっと難しいかなっていうところでございます。他の子たちはねだいたい人工飼料に慣れてくれていて、レオパはもうレオパゲルで生きてるしまあ、レオパゲルか、モニターフィードっていうね、モニター系にあげるね、オートカゲ用のやつなんですけれども、それに慣れてくれていて、で、サバンナモニターに関しては、鶏肉、まあ、人工飼料ではないですけれども、鶏肉か、そのモニターフィードにね、今慣れてくれていて、で、サンショウとイモリに関しては、まあ今わらじもあげてるんですけれども、ちょっとずつね熱帯魚用の、肉食熱帯魚用かなのキャットというね人工飼料を今食べるようになってくれております。ただまたピンセットから食べたりはしなくてですね、水の下に置いとくと気がついたら食べているよっていう状態ですね。ピンセットから食べてくれたら嬉しい。で、フクロモモンガちゃんたちはねモモンガ用のねモモンガセレクションをあげていて、プラスそこに、まあ、他のフード混ぜたりだとかっていう形で、それこそモニターフィードもあの子たち食べるし、レオパゲルもね食べるんですよ。で、まあその辺はね昆虫だったりとかが入ってたり、モニターフィードに関してはあれは魚粉と鳥だったかなって感じではあるんですけれども、まあそこでねタンパク質もね豊富に取れますし、まあ、脂質もね結構少なめに作られていて、まあ爬虫類ちゃんたちね名前が出てこない、肥満ってなくなってしまう、肥満言い過ぎね、肥満ってなくなってしまうことが多いので、なんだろう、太りにくいようにね、フードって作られていることが多くてですね。なので、フクロモモンガちゃんたちにあげるときも、その肥満防止にはなるかなっていうところでございます。なので、ほんとね、人工飼料に多分慣れてくれないのは、この子だけなんじゃないかなと。まあ、ヘビちゃんなんでね、しゃあないと思います。慣れてくれたら嬉しいんですけどね。まあ、人工飼料をね、この子が食べてくれるようになったら、それはそれでね、栄養管理とかもしやすいんですよね。変にね、トカゲちゃんだけ、トカゲじゃないや、コオロギか。コオロギとか虫ちゃんだけね、この子にあげたりしてると栄養の偏りもあるので、ただネズミの方がね、栄養価的にはかなり高いので、ちっちゃいピンクマウスね、食べていただくっていう形になるかなと思います。でね、今、そのマウスをね、こうあげた後でね、触ってたらね、ここにねほぼほぼまだ消化されてないマウスがいるんですよね。これこの後消化されるのかな。たださ食べて今40分50分くらいかなしか経ってないんだけど、この先端からさくる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 って言ってここでしょ、飲み込んでからさここに来るまで早くない？ここにいるよ、ほらほらって言ったって分かんないか。ここ触るとねここだけポコッとしてるの。他はね、まあ、筋肉でもっこりじゃない、もりっとか。もっこりは違うわ。ダメだわ、それ。まあ、もりっとね、なんかしてるんだけど、この辺はもりっとね、してるの。この辺。で、ここ。ここにね、マウスがいる。ここにマウスがいる。この奥はね、ほら、全然触れるの。
でもね、ここはね、ゴリッとなんかね、もういますねっていう感じ。そう、内臓の構造がこの子たちってどうなってるのかが分かんなくて、それこそセーブシシバのヘビってどこに心臓があるんだろうね。ものによってはこの辺にね心臓がある子もいたりとか、この頭の方ね、あとはお尻の方に心臓があるよっていう子もいるらしいんですよね、この辺に。ヘビによって心臓の位置って違うらしくって、セーブシシバのヘビはどこなんだろうね、心臓。どっかに絶対心臓はあるんだろうけどさ、でも人間と違ってね、心臓と食道と、ああごめんなさい、心臓と食道とじゃないね、肺とかだよね、ほんとね、上から行くと肺があって、その間に食道があって、で肺の裏側の方に心臓があってみたいな感じでね、いろいろこうあると思うんだけど、膵臓とかね、腎臓とか肝臓とかっていう感じでね、いろいろあると思うんだけど、この子たちの内臓ってどういう感じになってるんだろうね。もう一直線だからさ、内臓がどう格納されているのか、まあ、死で分かるとしたら、ここに脳みそがあるっていうこと、あと飲んだらそこが食道だよっていうことくらいしかちょっと分かんないんだけど、うん、ただね、もうここにいるんだよ、ネズミちゃんが。いや、食べてんだね。で、消化するんだろうね。こっからここがもし胃とかだとしたら、消化をぐーっとここでゆっくりやっていって、ちょっとずつうんちっちに変わっていって、このせね、尻尾のこの尻尾っていうかね、この辺からね、うんちっちをするんだと思うんだけど、どういう感じなんだろうね。ちょっと内臓構造がすごい気になるわ。ただこの子のこのベタ慣れ具合ね、すごいよね、本当に。私がほらこんな感じで片手で触っててもさ、怒んないし、何なのよぐらい、もう好きにしちゃってくださいよみたいな感じなのよね。かわいすぎるでしょ、この子。ほんと相棒ヘビだわ。可愛すぎる。最近ね、本当にこの子とね過ごしてる時間が長いです。だってさ、福桃ちゃんたちと比べた時にね、まあ福桃ちゃんたちも大好きなんだよ、なんだけどさ、福桃ちゃんたちに比べると立体行動ほとんどしないのね。ほんと手の上でこう行動が完結するのね。ってなると、まあ、触っちゃうでしょうよ、桃ちゃんたち。福桃ちゃんたちはさ、なんかその餌あげてちょっとした後にこう戯れて10分とか20分ぐらいはね遊ばせてもらうんだけど、で、ハチュウたちもね、他のヒョウモントカゲモドキね、レオパード月光のね、ロッペとルフも10分とか20分とかは遊ばせてもらったり、あとサバンナモニターのねシェフィーとね、サニーはね、もう20分ぐらいかな。だから計みんな20分20分20分でやっても1時間ぐらいなわけですよ。この子はね、1時間丸々こうやって手に乗っけてても手にいてくれるし、そう、あと、そう、沖縄シリケイモリとね、エゾサンショウいるけど、あの子たちは触る系じゃなくてね、干渉するタイプだからさ、なかなかね、難しい限りでございますよ、触るなんて。って考えた時にさ、この子はもう手でこうやって完結するのね。もうずっとこの辺にいるから。この辺からどっかに行ったことがないの。大体ここにいるの。で、ちょっと手を使いたいとき、左手を使いたいときっていうのは、こうね、これジンベエなんだけど、ジンベエだったらここのポケットにさ、こうやって、はい、ちょっと入ってって、はい、ごめんねって言ったら入ってってくれるの、ほら、見て、ほら入っていくのよ、こうやって、あ、分かったよーっていう感じで入ってってくれるのね、こうやって。でさ、この中にいてもさ、あ、ちょっと遊ぼうよーって言ってさ、こう手を入れるでしょ？で入れてさ、出せるのよ、こうやって。何出すんですかみたいな感じだとは思うんだけどさ、出されてもね、ほら特に怒ることもなく、ヘビ特有のねシーみたいな音とかも出したことないんですよ、この子。そう、威嚇もないの、もう可愛すぎて。なるとさ、もう触っちゃうね。うん、ほんとこの子相棒。もう多分ね、どこでも一緒に行けるよ。多分黙って会社連れてっても多分ずっとポケットにいるもんね、あんたね、多分ね。まあ、そんな危ないことはしないんだけどさ、で万が一が起きるから家にはいてもらうんだけど、もう多分会社に連れてったとしてもポケットにいてくれるし、こうちょっと出してね、手のひらにこうやって乗せててってみたいなことができちゃうような子だと思います。おすすめはしません。もうこの子が特別だと私は思ってます。どの子でもできるようなことではないと思います。そう、本当ね、このサナちゃんがね特別だと思います。サナちゃんすげえな、お前な。
うち聞いてよかったね、私がよかったよ、めっちゃ可愛いんだもの、だってね、見てもらいなさい、みんなに、その綺麗なお顔。うん、ピント合わないね、ピント合わないね、あのお顔見てもらいなさいっていうものの、ほら、リントさんやーって、リントさんや、あんたちゃんとカメラマンはさんとあかんでよって、もうピント合わないね、あ、ピントが合ったよ、見て、可愛いね、可愛いね、ちょっとこっち向いて、サナ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 、こっち向いて、こっち向いて、サナサナちゃんサナちゃんサナちゃん、カメラの方を向け、これサナちゃん、わかんないね、あんた可愛い顔してるわね、うわ、ま、その口が可愛いでございますわね、本当にね、ちょっとキモいね、私ね、うん、ちょっとキモいわこれ、この喋り方、はぁ、可愛い、めちゃめちゃ可愛い、いやー、やばいね、めちゃんこ可愛い、前ずっと見てられる、もうなんか気づいたら10分ぐらいこれ喋ってるよね、やばいね、本当に、はい、この辺で動画はやめと止めとこうかなと思います、もうなんか終わんなくなっちゃう、ずっと可愛いって言ってる変な人になっちゃうからね、姉さんちゃん、姉さんちゃん、ね、姉さんちゃん、かわいいね、君ね、ピントが合わないからちょっと指でクッてやんないとピントが合わないね、ほんとごめんなさい、すみません、はい、ということでね、あの本日は以上となります、よかったらね、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどですね、よろしくお願いいたします、はい、また次回のね、動画もね、見ていただけますと幸いですので、なんかこういう感じの、なんかよくわかんない変な動画が上がってると思うんですけれども、あの、これを楽しんで見てくださってる方もいるみたいなので、よかったら応援してやってください。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、リントと、サナちゃんでした。ピントが合わないね、またね。サナちゃんでした。バイバイ。合わないね、ピントが。あ、あったね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。